年始早々漏水。2023年初施工がこれかよ。皆さん毎度亀城です。ご視聴ありがとうございます。今回は年始早々ろ過装置に微妙な漏水を発見しましたので手直しいたします。それではご覧ください。この部分がろ過装置の生物ろ過部分になります。構造はこのように60センチの上部ろ過で物理ろ過、60センチスリム水槽で生物ろ過をしています。漏水はこのようなところに水がね、滲んでました。なので継ぎ目をすべてコーキングで補強しました。ついでに露材を薄いで洗い、ネットに詰め直しました。 JEX のウェット&ドライなんですが、ろ過マットと微妙にサイズが合っておらず隙間ができてしまう。ですのでダイソーのカラーボードで隙間を埋めたいと思います。それじゃあ開始。それでは既製品のグリーンマットを入れてみます。隙間わかりますかね。約ね、縦2センチ横1センチの隙間があります。こんな感じでね、カラーボードで隙間を埋めます。本当はねグレーのが欲しかったんだけどね、もう販売停止になってたんで余っていた水色で今回はやってみたいと思います。地味な作業だね。ろ過マットは各2枚ずつ重ねています。一番上段がグリーンマットで、次がウールマット2枚で、またその下もウールマット2枚、まあできれば真ん中は本来ブラウンマットを用意してね入れたいとは思っていますが、今後の予定です。それでは各ね重ね組みしていきたいと思います。それではろ過装置を元に戻していきたいと思いますのでご覧ください。どうぞ。この工具はこのためだけに買ったやつです。はい、ヒーターね。これもうちょっとね、古いんで、まあ今年の冬が終わったら、お役御免かな。
また同じようなものを買いたいと思います。この台座は100均のね、スチール製の足が折りたたみ式のやつなんだけど、そのスチール部分を取って塩ビのねパイプをねジョイントしてあります。ロザイ洗って水切り用にねこれを使って重ね置きしてたら曲がっちまった。このミニポンプは本来ねろ過装置で使用しているサイレントフローの中にね入ってるミニポンプです。結構使えんだよねこれね。んだば大量のろ材を入れていきます。隙間はね埋めてぴったりになってよかったんだけど、これだと汚れ具合が見えないね。まあいいか。今度側面に亀次郎ステッカーを貼ってちょっと飾り付けもしたいと思います。配管もつなげたので水中ポンプの電源を入れてみましょう。オン！パチッ。今までは設置していなかったんですけど、小亀のねミイラちゃんがねどのぐらいうんちしてるか見るために
今回あの水槽の方にね、まあ、小亀用水槽だけどそちらの方に水を回すところにもあのプチフィルターをつけてみたいと思います。それではろ過装置の説明をしていきます。おまけ、運慶のミラちゃん。もうね、多分今、うちで飼ってるカメの中で一番元気だと思います。あんな瀕死状態で見つかったね、奇跡の子なのに、こんなに元気になると思いませんでした。心配してた甲羅もね、だいぶ成長してきて、継ぎ目もちょっと開いてきてるし、まあこのままね、成長を見守りたいと思います。それではどうもー。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、お願いいたします。次回は水槽のリセットを行います。それじゃまた。